人は過ちを繰り返す。1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子のもとへ帰れるのだろうと思いを募らせていたようだ。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下、第二次世界大戦は終戦を迎えた。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、世界は崩壊しつつある。平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、総力戦は目前だ。不安が募る。自分自身、妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。人は過ちを繰り返す。人は過ちを繰り返す。今夜の在郷軍人会館ではきっとうまくいくわ。そう思うか。もちろん。さあ、他の支度もして。鏡の前に居座りすぎよ。ああ。あれ、昨日髪を切った？素敵。うん、悪くない。
その武将髭が好き。顎のアクセントになってる。順番を変わって、最高の美容師にやってもらってるから。ちょっとここに入らせて。